Xin chào, konnichiwa minasan. 東京未来 AI&IT 専門学校のジェン・マンタンです。ベトナムから来ました。ではインタビューを始めます。最初に日本に留学した理由を教えてください。日本の文化を体験し、ここで先進的な教育システムを学びたいと思いましたから日本に留学しました。では東京未来 AI&IT 専門学校を選んだ理由を教えてください。日本語学校に行った時、私たちだけのイベントが参加しました。この専門学校の体験授業を参加し、技術特化したプログラミングを提供しましたからいいと思いました。では今の学校生活について質問します。今学校にはどんな友達がいますか？異なる国からの友達がいます。中国とか日本とか、またはミャンマーもいますね。はい、みんなからいろいろなことを教えてくれました。文化とか習慣とか教えてもらいました。自分の意識は広くなりました。では今の学校ではどんな授業をしていますか？授業は実験と研究に重点を置いています。よくグループワークで勉強していますね。ゲームやウェブサイトを作ったりしました。それでは今後楽しみな学校のイベントはありますか？はい、9月に参考フェスティバルがあります。たくさんの姉妹校の友達と一緒にスポーツをしたりパフォーメーションをします。私も初めてなんですけど楽しみにします。それでは卒業した後の夢について教えてください。私は AI の専門家として活躍し、日本の会社でずっと働きたいと思います。では最後にこれから日本に留学する人へメッセージをお願いします。はい、留学は素晴らしいです。不安がありますが挑戦をすると経験を集まって、未来でみんなその経験で活躍しますことができます。皆さん待ってます。